今回は、ムーンレンスの椅子を紹介していこうと思います。キャンプ関連の動画をアップしていますので、少しでも気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。本日の流れですが、使用説明、軽量な理由、組み立て、乾燥の順で説明していこうと思います。色に関しては6種類あります。カーキ、オレンジ、グリーン、ブラック、ライトブルー、レッドになります。商品の寸法です。横が60センチ、高さ34から65センチ、収納サイズもかなりコンパクトです。重量です。収納袋の重さも含めて約 925g でした。重量に関しては私が 60kg 弱なので参考になりませんが、全く問題なかったです。足の素材はアルミニウムで、軽い金属を使用しています。正式にはアルミ合金で、中でもトップクラスの強度を持つ A7075 超長ジュラルミンを使用しています。応力腐食割れの心配ですが、合金に対してある一定の応力あるいは化学的変化が起こる環境にさらされ続けた結果、合金の特性に、ほころびが生じ、劣化が起きてしまう現象で、経年劣化の一つになります。こればっかりは長く使用してみないと何とも言えないです。それでは最後に、組み立て座った感想になります。それでは組み立てていこうと思います。足の固定バンドは輪ゴムとかが多いんですけど、こちらはしっかりとしています。バンドを外すとシュポシュポはまっていく感じがすごく気持ちいいです。バッグが椅子のフレームにかければなくさないし、小物入れにもできます。カバーの取り付けです。上側に引っ掛けれるフックが、ついているのが目安になります。左右に携帯等が入れられる収納があります。これは嬉しい機能です。早速座ってみたいと思います。左右前後にしなる感じはありますが、心地いいしなり具合です。テーブル等の作業も全く問題なしです。お尻がすっぽり包まれている感じがしてとても気持ちいいです。ポケットの位置も高すぎないので程よい位置ではないかと個人的には思っています。足を伸ばしてもお尻は圧迫される感じはなく、とても楽ちんです。背もたれを使用した状態ですと、膝が若干高くなりますが、特に気にならないポイントです。やっぱり重量が 925g ってのがすごく軽くて持ち運びにも便利です。見た目もシンプルでかっこいいし安く見えないです。
一番は座り心地がいいことです。収納はだいたい2分くらいあれば、可能です。とにかく軽くて楽ちんです。ケースにはカラビナ用のフックも付いていますので、使うかはわからないですけど、配慮が嬉しいポイントです。